まあまあちょっとなんかすごい声なんですけどね、風邪ひいちゃいました。風邪ひいている人います。はい、ちょっと聞きにくいかと思いますけど、ちょっとすいません、ご了承願いますはい、じゃあ行きます。はい、何もちょっとな、何ちょっとやっといて。下りないの？下りやっといて。ちょっと今回冬に向けていろいろ新しいアイテムを取り揃えたんで、そちらの方をちょっと一個ずつ紹介していきたいと思いますじゃあ一番いいやつからもういきます。一番いいやつ、もうもったいぶらずにね。うん、はいはい、じゃん、わかる？見えるか？トン、セラミックファンヒーターです。イエーイ。ちっちゃいやつなんだけどね、これはテントの中で使いたいと思ってます。まあ Amazon で買ったんですけど、結構評価が良くて、まあこれだったらいいかなと思って一応買ってみました。今度のキャンプで楽しみで、うん、まだ一回も使ったことないんで、ちょっと今度どんな感じかっていうレビューもしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、続いての商品はこちらと充電式のランタンですね。でこれはあの普通の LED のランタンなんですけど、こうモバイルバッテリーにもなるんですね。でまあ自分らも動画撮ってるんで、充電したいなっていう時はこのランタンからもこう電源が取れるという、うん、なかなかの優れもんです。開けない？まあ、ちょっとじゃあせっかくなんで開けますか。中身は、ランタン本体と、これが充電するためのこのケーブルですね。ケーブルがあって、あとこちらに専用の収納袋もセットになってます。つきませんよ。ん？つきませんよ、長押しで。これスイッチのボタンがあるんですけど、これを押すとこう明かりが調節できるようになってます。でなぜか点滅します。それはあれですね、緊急時だね、うん、助けてくださいのパカパカでしょ。そうそうそう、ちょっと眩しかった人すいませんでこれのもう一個YouTuber みたいだね、うん、これのもう一個いいところは、ここにフックがついてるんですよ。ちょっと見えるかな、これフックがついてるんで、あのテントの中とかでもこうやって吊るして使うこともできるんで、で逆にこうやって置いとくこともできるんで、いろんな用途があって使いやすいかなと思って、ちょっとこっちは買ってみました。はい、なかなか良さそうだね。うん、はいはいでまた大物いきます、うん、この間のランタンは、うん、あのやっぱつかんかったんだよね。もうつかんかった、あの光が弱い、うん、多分なんか詰まってるね、うん、ってことで大きいやつを買いました。はい、メインのランタンを追加で買いました。メインだよ、メインはい、これはい、続いての商品はこう？ん？どっちもいいよ。ドゥ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 ドーン。はい、これですね、外の虫のよりにくいランタンということで、これの燃料はカセットボンベ CB 缶なんですね。どこか書いてなかったっけ、 CB 缶って書いてなかったっけ。あ、これ CB 缶これね、うん、燃料が CB 缶なんで、でうちあのタフマルとか
あと外のシングルバーナーとかも結構燃料が CB 缶が多いんで、ちょっと統一しようと思ってこのランタンを買いました。あとこの虫が寄らないのがいいよね。そうそう、結構やっぱね、夏は虫とか多いんで、こんな 専用のケースも買いました。これ別売りだよ。結構さ、思ったより大きかった。私はもっとこんなの大きくないと思ったら大きい。そう、でもかっこいい。こんな感じの、で、これがなんとシャキーンと、あれ映ってない こういうこんな感感じ。じですね。これで、いいよ。裏側はこんな色じゃないんですよ。裏はこんな、わかるかな、シルバーになってるんですけどね、反射板っていうかリフレクターになってます。で、この中の筒のところにカセットボンベを入れてをつけるタイプらしいですね。まだ一回もマントルも装着したことないんで、まだ一回もつけてないんですけなんか曲がってる。ど。で、曲がってるよ。これいい。この黒かっこよい。私はこの黒いいなと思そうだう。かっね。こいいよね。で、結構明るさも取れるっていうのをレビューで見たんで、まあ、ちょっとこれに決めました。まああとは使ってみた感想をまた動画の方で、お伝えしたいと思います。次。次は外つながり。外つながりいきま外す。つながりで。これスモークハウスくん、なんていうのこれ、じゃん。く燻ん製が簡単に作れるやつですくんやね。くんけスモークハウスよ、漢字で。スそれモーでクハスウモース。クハウスって読むの？これスモークハウス。手軽で美味しい燻製作りって書いてあります。これいくらだっけ？ 800 円ぐらいだった800円か900円か、ね。1000円以内で確か買えました。これ網もついてて、ここに載せて。全部ね、セットになってるんですよ。これ、その外側がこう段ボールになってて、それの中にこのお皿っていうか、ここにスモークチップを燃やして、で、網もね、ちゃんとついてるんで、これで全て燻製が簡単にできちゃうよっていうセットになってます。で、まあいろいろね、スモークしたい食材を今ちょっとピックアップしてるとこなんで、またその辺は動画の方でね、お伝えしたいと思いますんで、今度のキャンプでやります。楽しみにしててください。ください。はい、次。次。コストコの これ。たけちゃんの靴下。ちょっと意外と冬用の靴下っちゅうのがないんで、なんかいいのないかなと思ったら、4枚セットでなんかいい手頃のやつが売ってたんで、それ買いました。これさ、なんでこれ破っちゃったの？もう1個使ったもん。いつ、そうなの？ これアウトドアソックスって書いてあるんですよ。なんかこれいい、なんかやる気出るよね。はい、次。早い 次、私のやつ。見てください。これもコストコで、すごい可愛くて、あったかそうで、履きやすそうで、今度これ履きます。やっぱね、スリッパは楽ですよね、向こう着いたらね。結構テントの中入ったり出たりっていうので、靴だと動きにくかったりもするんで、スリッパが1個あると結構楽なんですよね。これ冬用でこれいきます。あったかい、おそらくあったかい。おそらくたけちゃんもなんかさ、スリッパ買ったよ。僕もスリッパ買いました。じゃじゃん。じゃーん。これはコストコじゃない、ワークマン。出ました、ワークマン。で、出ました、ワークマン。今流行りの。
ね、うん、なんかタケちゃんワークマンでいっぱい買ったんですよ、うん、はい、そうだよ、これこれ、ね、かかとのところがこう踏めるようになってるんですよね。だから靴としてもこう使えるし、でかかと踏んでもスリッパとしても使えるし、まあ結構汎用性あるかなと思って、キルティングをちょっとおしゃれやし、実は買いました、はい、これ、いや、そのパッキージだけじゃわからんぞ、これお、ちょっとね、私もちゃんとね、こういうのや、反対だった、こういうのをねやって反対だったとかいらん、マジで、こういうのをやってちゃんとやろうかと思って、うん、何をやるんですか、ん、毛を削ったりさ、毛を削る木、どこのどこの毛、木を削ったり本当こう木を削ったりさ、うん、こうちゃんと持ったりさ、これ何でできてるんですか、これは豚さんの皮、うん、これ780円なんですよ、うん、皮手袋が780円ですよ、うん、これめっちゃなんかね、マジでワークマン侮れないよ、これはいい、うん、結構ね厚みもあって、うん、まあ、これだったらナイフ使う時でも安心かなと、あと熱いものとかもね、触る時でも多少はいけるかなと思いますね、うん、ベージュ白で、これをゲットしたがために今度フェザースティックチャレンジするらしいんで交互期待、楽しみにしとってください、交互期待です、初、あれ貸してね、ナイフ、うん、はい、はい、臭い豚さんの匂いがする、臭い、臭い、豚さんの匂いがする、あとは、はい、次、はい、たけちゃんの電気毛布です、やっと買ってもらいました何それまあ買うって言ってたよちゃんと、はい、はい、こちらじゃーん、ヤマゼンさんの電気毛布で、結構サイズが大きめですよ、これ 180×130cm、結構大きめのやつにしました。これあれだよ、敷き掛けどっちでもいけるっていうやつでさ、うん、ちょっとだから生地的にはね、うん、薄いやつだと思うんですけど、うん、うん、まあそれでも十分あったかいかなと思う。なんか厚いやつめちゃくちゃこうでかいからさ、うん、あんまりね分厚いとねかさばるんで、そうそうそう、うん、そういうの嫌いだもんね、そうそうそう、なんでまあこれで、うん、冬の強い味方ということで、ちょっと今度ね、うん、使ってみます、はい、楽しみです、ね、あったかいよ、うん、昼まで寝ちゃうかもしれないね、うん、あなた早起きだからあなた早起きだからあとは、うん、これ今コンビニで買いました、はい、なんか付録、チャムスの LED クリップライト、こんな、これクリップですね、これが。あ、ついた。ついた。つきましたね。なんか赤に光るとか言って。そう。あ、あれか。これ赤ってどういう意味があるの？え、赤いのこれ。全然わからん。チェス？うん、はい、そんな感じです、はい、次、次はじゃがじゃーん、じゃんじゃーん、燃えるぞ、 DOD の何これ、フリース、うん、フリースのあったかいやつ、チャオパニックとダブルネームのやつですね、見て
はいいじゃん、あります。うん、なんかここがね、こんな赤いのがついてるんだよ、この帽子のフードのここでなんかついてる、うん、なんだろうね、これ引っ掛ける、そういうことか、うん、それだけで、うん、で、普段はフードをさ、してるから見えないじゃん、うん、うん、そういうこと、うん、なんだろう、飾りだと思っちゃったでーす、はい、サイバーマンデーサイバーマンデーがあったんでサイバーマンデーしましたよくわからん私はずっとポータブル DVD が欲しくて、ね、ずっと言ってたよね、もう赤に赤でもうわけわからん。これがサイバーマンデーで半額になってて、うん、こう1万円が5000円だった、うん、あ、これでどこでも DVD が見れます、うん、車の中でも見れるみたいです私は映画好きなんで、うん、いっぱいこれで見たいと思います。すごいこれ いくないですか、うんそんな感じで今回はちょっと動画撮ってみました、はい、近々1泊2日で行ってきます、うん、ね、うん、じゃあちょっと風邪気味だけど、うん、いや、はい、ご視聴ありがとうございました、うん、はい、チャンネル登録お願いします。何それ何それ、やりたかったやりたかったとりあえず、あとこれこれをユニクロで買いました。スヌーピーがいない、これね、また次回の動画のどこかで出てくると思いますんで、そう、まあ、ヌーピーを探せってことで、うん、探してください、はい、これちょっとハート描く、全然描くってない。こっちからよ。こっちのもんだって。面白い。じゃあもういいよ。はい。はい。お疲れさん。お疲れさま。